自民党幹部が副大統領とホワイトハウスで会談するのはおよそ10年ぶりです小泉政権の時当時の安倍幹事長代理がポスト小泉の筆頭角としてチェイニー副大統領から大歓待を受けましたそして今回ポスト安倍を狙う石破幹事長も何とかバイデン副大統領との会談が実現しましたただ安倍総理の靖国参拝に激怒したことがあるバイデン副大統領は 韓国との関係を改善するよう、国を指しました集団的自衛権について、アメリカの理解を得ることが目的の一つでしたが、石破幹事長は、その手応えをアピールしました。た何のために集団的自衛権行使を容認をし、それを日米でどのようにして評価をし、活用するかということについて、完全に認識が一致しているものと。集団的自衛権で バイデン副大統領から改めてお墨付きを得た石破幹事長は連休明けから始まる公明党との議論をできる限り早くまとめたい考えですただ韓国との関係改善について努力をしてほしいと注文がついたのに対し石破幹事長は首脳会談を開く環境を作りたいと約束をせざるを得ませんでした日韓関係についてはヘーゲル国防長官からも釘を刺され日米の間でネックになっていることが浮き彫りになりました 近隣諸国との関係改善がポスト安倍への試金石の一つとなりそうです。